見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。寄せては返すのが波なら、いずれ第6波は寄せ来るのだろう。今度こそ備えに不足があってはいけない。だが、同時にインフルエンザが猛威を振るうなんて取り沙汰されているので、その可能性やいかに、そして諸々の備えは十分なのか、ここに総点検したい。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。東京や大阪でも、飲食店への時短要請がほぼ解除されて週間ほど。今のところ、感染者数がリバウンドする兆候すらない。この状況が続くことを願わない人はいないと思うが、一方で専門家のほとんどが、第6波は必ず訪れる、と警鐘を鳴らしている。では、第6波が来るとして、第5波並みに感染が拡大する可能性もあるのだろうか。どのような心構えが、我々には求められるのだろうか。このような懸念に今、さらなる材料が加わろうとしている。この冬は季節性インフルエンザが大流行するかもしれない、というのである。例えば、日本感染症学会が9月末に発表した、1から0年シーズンにおけるインフルエンザワクチン接種に関する考え方には、おおむね次のようなことが書かれている。バングラデシュやインドで、初夏から流行しており、国境を越えた人の移動が再開されれば、世界中にウイルスが拡散されうる。また、前シーズンの罹患者が少数だったため、社会全体の集団免疫が形成されていないと考えられ、そこに海外からウイルスが持ち込まれれば、大きな流行を起こす可能性がある。したがって、インフルエンザワクチンの積極的な接種を推奨するというのだが、そこで新たな問題が生じているという。インフルエンザワクチンの供給が例年より遅れています。供給される見込みなのは567万から79万本分と、去年より約割少ない上、去年は10月下旬には、供給量の 90% は出荷されていたのに、今年は 65% 程度にとどまっています。厚労省担当記者。昨シーズンのインフルエンザの患者数は少なかったが、もっとも、昨シーズンのインフルエンザの患者数は、厚労省の推計では約1万1000人。158万人に及んだ1718シーズンの1000分の1で、新型コロナ対策として普及したマスク着用や手指の消毒などが功を奏したと考えられている。それらの対策は今も続けられているが、それでもインフルエンザは流行りうるのだろうか。今年は乳幼児によく見られ、呼吸器に症状が出る RS ウイルス感染症が流行しています。昨年は新型コロナの影響で、このウイルスに感染した人が少なく、集団免疫が獲得されなかったからだとされています。これと同じことが、季節性インフルエンザでも起きるのではないかと、懸念されているのです。とは、倉敷中央病院の石田直副院長の説明である。仮にインフルエンザと新型コロナが同時流行すれば、医療機関に大きな影響を及ぼします。発熱外来に患者が殺到したとして、症状が発熱のみの場合、コロナかインフルエンザか判別が難しい。だから両方の検査が必要になり、ただでさえ飽和状態にある医療機関の診療体制に大きな負担がかかります。だからインフルエンザワクチンを接種すべきなのに、量が足りない、というわけだ。一方、国立病院機構仙台医療センターの西村修一ウイルスセンター長は、ワクチンを打っておくに越したことはありませんが、現時点で大騒ぎする話ではないと思います、と言って、続ける。インフルエンザは短距離から長距離までの空気感染によるもので、コロナと感染経路が一緒。ひいては有効な対策も同じです。日本ではコロナ禍で、マスク着用や換気などの対策がしっかり行われているから、大きな流行は起こらないと考えます。コロナとの同時流行の可能性も、否定はしきれないにせよ、ケアすべきところは一緒。同時に流行る可能性があるなら、それを念頭に置いて行動すればいいだけで、やることが倍になるわけではない。きちんと対策すれば同時に抑えられると思いますよ。